じゃあ、もしこです。据え置きを目指して下北向かいます。ということで、何人いるか分かりませんけど。お、なんか赤い。あ、買ったー。いただきました。4時間半睡眠。いや、4時間睡眠。マジこれ変えたいんだけど。やばいね、この写真。一服してから行こうぜ。ね。前日構設定台。こちら。まあもう、設定後、ファンキーは多分全部設定後なんで、まあもう、この番号ではファンキーいきません。マイジャグ。マイジャグの2台。まあ1台ぶっちぎってるやつあるでしょ。でももう1台も、おそらく、ああでも5なのか。まあでも、5でもね。5でもいいよね。向かいます。500ゲーム。いや、きついな。まあ、1回ハマっただけだけど、2ペカ目430ハマりはちょっと、きついね。ついてない。ただラッキー、ただのアンラッキーっていう可能性高いけど、ブドウがめっちゃいいから。まあ、500ゲームだけど、ブドウ 5.43。まあ、6以上。でもね、隣が出ちゃってるんですよね。ガッチガチで。だからもう隣は確定で、据え置き。もう1台ぐらいあるとしたら、どうだろうかなみたいな。俺のまあブドウは良くて2ペカで合算悪い。でもう一つ真ん中の方の台もまあそこまで光ってるわけじゃないみたいな。もしかしたら角2のやつだけっていう可能性も全然あるし。あと痛恨のミスね。あの会員カード忘れました。なので現金投資してます。はい、その理由です。それは理由。それコーヒー買おう。頼む。連勝記録止まっちゃう。まあでもダメでもイッさんローテやってるんで、ワンチャンイッさん行くっていうのもありですね。まあ今日日曜だから多分結構いい台が落ちてる可能性もある。とりあえず今引いたビッグ内でとりあえずつなげたい。お願いします。とりあえず1000ゲームまで生き残りたい。11時44分、
撤退。撤退します。多分もう会員カード忘れた時点でもう運命は決まってた。うん、今回は行きましょう。無職 AB が揃いました。でも無職、あ、チャラ、チャラです。5000円どうしよう、ビッグ族や。あー、これは現金1万1000マイナスですね。6分の1にかけれたっていう。あ、そうですね。でこのコンビは俺が勝てる率が高いんで確かにね。こっからなんで、がっつりやっぱプロは高設定台ある程度積もったら解放して常連さんに還元するのがいいんで、俺も速攻で還元あれ高設定ですよ。ブドウがもうやばかったんで。マジで俺打とうからね今もとりあえずジャグローテ中のさんに向かいます。チョメダル1万円分消滅。今日はで1万円でノーペカス。1万円ノーペカ、1万円で1ペカス、ね、チェリー。そうっすね。いやこれ多分ほぼ来てもないかもしれない、ね、まあ高設定捨てて回るっていうのはやっぱプロとして大事。あと低設定をちゃんと低設定っぽく見せて終わるのもハマ、ね、ったよっていう、はい、他の常連の人に打たせないっていうのも大事ですね。投資をしないで遊んでもらうために、はい、僕らがわざとそうっすねはめてあげてるんですよね、はい、うん、朝日も今日2のつく日軽く出してなさそうだったんでやめてきました。プロな2万ぐらい買って、あらららら軽く2万お店に歩いて悪いかね、放出しホットホットのカフェラテと、あと、はい、ソーセージドッグ。いや今年の目標は人生の総収支をプラス域に持ってきたいっていう目標があるんですよ。総収支今どう、ありがとうございます。ジャグラー収集こんな感じですよ。なかなか出てないですね。ブラジャグイベントはじゃあこの辺からピカさんルーティンになってる。9月ぐらいから初めて知って、じゃあ勝負は明日明後日、ここで積もれなかったらもうほぼほぼやばい。昼過ぎぐらいから あ、だから明後日は結構人増えそうですね、絞れる。すいません、一旦作る気力ないので、はい、これだけ切ります。多分いけるよね、これをこうやれば、うん、大丈夫だよ、ね、ほら中はね大丈夫、ね、でこいつをシャトーが早くね、早くねっていうかさ、いいよ、ね、あ、いいじゃん、豆板醤、こんなもん。でもごま油は入ってるんで、あとはもう混ぜるだけ。もうぶち込む、はい、でこいつを乗り上げておくと、はい、ガチです。オッケー。うわやばい、もう寝そう。7時半、編集も何もやってないけど、もうこの期間はダメだ。下北のも行ってたらマジで、ゼロのつく日も行ってたら、だって0、1、2、3、4、5、6、7連勤だから。
まあ、いや、まあ、マイナス2万1000円。意外と、やっぱ、店を何個もね、行っちゃうと、こうなっちゃうんですけど、でも、結局、特定日には行くんだから、で、暑い日がもう2つ重なったら、絶対、1つでダメだったらもう1つの方、行った方が絶対、結局行くんだから、特定日。それが1日に凝縮されたっていうだけで、期待値的にはもう強いから、あり。いいんです、それは。それいいの、それは。うまそう。見て、あ、見てこれ、うん、咲くからうん、うん、辛い。いいわ。ちゃんと辛い。いい。いいわ。てか思ったんだけど、ずーっとなんかさ、設定1っていうか設定入ってない台を打って、ブドウとかが数えてると、1位をぶっちぎりで1位以下になることとか、今まで結構多かったじゃん。で、最近、今日もそうだし、昨日も。で、結果見たら、結局1でしたみたいな。昨日のゴージャグも結局合算。150分の1終わってたから、1位の合算なんですよ。で、俺、5000ゲームまでブドウぶっちぎってたの。で、今日もぶっちぎってた。で、その台落ちてた。ってことは1じゃん。で、1の、今まで引きがもう悪すぎたブドウが、最近、なんか収束し始めてる気がするんだけど。うん。マジで腹立つね。いやー、あのさ、昨日のもマジで、届きました。ついにやってきました。めちゃくちゃ楽しみです。めちゃくちゃ楽しみであります。新バッジ、新ペカリマンバッジを作成しました。めちゃくちゃ今、うわ、やばいやばいやば、あ、うわー、いいね、いいね、いい。すげえいいぞ。まず、ベーシック。ベーシックペカリマンバッチ。もっとこれ、白。でかくてもいいな。ベーシックペカリマンバッチ。はい。今回、白ベースにしました。で、この黄色の部分を色がいろいろある感じにしたい。もう一旦これ黄色だけ作ってみました。前のはなんか分かりづらかったじゃん、色が。今回色を分かりやすくしました、黄色。そしてですね、これやばいわ。キラペカリマンバッチ。やばくないこれ。ギラギラ感。うわ、いいわ。マイジャグにもこういう光り方があるもん。ペカリマンプレミアバッチ。そして、これも悪くないな。まあ、これはちょっといいか。はい。シルバー、メタリックペカリマンバッチ。だからね、白の状態で送ったんですよ。だからこのシルバーバージョンにすると、白い部分がこの感じになるから、これをベースにこの色を変えていくか、こっちのベースに白をベースにするかっていう、どっちかで迷ってんだよね。最後、あ、これもまあ悪くない。はい、こちら悪くないよね。まあでも一番、やっぱ一番これいいよね、この中だと。圧倒的に俺これがいいと思うんだけど、ベースのペカリマンマッチはどうするか。これがこれでも、これ、色が、これかな普通に。どっちがいいかな。これも別にそんな良くないな。キラがちょっと多すぎるよね。あんま黄色が、
目立ってないイメージ。黄色はそのままで、この白い部分だけキラにしてもらう。うん、難しい。いいよ、でもいいわ。こういう時のためなんですよ。勝った時にそんなお金使わないでやり過ごすっていうのは、負けた時にもこうやって買えるの。そのため、そのためにストックしてるんですよ。勝った時にそんな豪遊しないで。めちゃくちゃいい醤油。イエス。トゴーチグリーン第2戦、トゴーチグリーン、いただきます。明日も明後日もし明後日もその次も暑いです。毎日行きます。編集できません、積もるんで。はい、とりあえず睡眠大事。基本ローテーションは9から15までやるとしたら、そう、最終日までに全部入れ切っちゃうんで、毎回。なので、明日、明後日、13、14が一番絞れやすいんですよ。でも抽選ゲーなんですけど、どっちも積もってる。13日は、15日は、下北。で、16日は、末置き、狙って。積もで、この連戦を終えましょう。よろしくお願いします。やっていきます。はい、ツナ缶開けます。はい、開けまして、まず砂糖少し、はい、ひとつまみ味の素4振り、にんにく、はい、まあこんぐらい、オイスター小さじ1、小さじ2分の1、あ、ごま油か、ブラックペッパーで、これしっかり混ぜる、しっかり混ぜていく。そういえば小ネギってまだ大丈夫か。多分大丈夫だよ。いただきます。やばやばい、これやばいよ。ああ、うまみだらけ。